全員収まるわ。になりますのでね、ジャミット君、あ、なんでそんな距離取るんですか。近く来てください。帰んないの、今から始まるの。ジャミット君来てくれたんでしょ。どうぞどうぞね。ジャミット君も気合が入っているということなので、ぜひ皆さんと共にこの2023年で楽しんでいただきたいと思います。さあ、そうです、これ、ね、ジャイアンツクエアも来たことある方たくさん、あ、阿部川博之とタオル持ってる、ありがとうございます。あの、エリア分けされているので、ちょっとこちらの方をご説明させていただきたいと思います。で、階段の下に降りていただくところが撮影エリアになります。なので撮影したいという方は階段の下に降りていただきたいと思います。横からも写真とか撮ることできませんので、写真を撮る方は一番下に降りていただきたいと思います。さあ、この後にヴィーナスのパフォーマンスもありますので、それを見たいという方、より近くで見たいという方は階段上がっていただいて、観覧エリア、こちら写真撮影できないですが、座って間近でパフォーマンス見ていただけるということになります。さあ、ありがとうございます。わざわざ作ってくれてありがとうございます。投げないよ、なんで今投げたの。大事、ちょっと取ってきてください。僕のタオルでしょ。はい、今の3年半ぶりに、ね、なんもっと投げてんの。ジャビット君、今オープニング始まるんですよ。3年半ぶりに声を出している応援ができるということになりますので、ぜひ皆さんと、ね、始まる前に声をかけながら行きたいと思いますので、僕を中心にして向かって、ステージ向かって右側の方、ね、皆さん盛り上がり準備いいですか。まだまだ小さい、声出していいんですよ。さあ、盛り上がる準備いいですか。 OK。 さあ、向かって負けてられません。左側の方々、さあ皆さん楽しむ準備いいですか。 OK。 じゃあ、それではみんなでいきましょう。皆さん戦う準備いいですか。 OK。 それではスタート切っていきたいと思います。さあ、皆さんと共に大きく声援、真ん中に来ていただいて、真ん中にどうぞ。ジャビット君が教えてくれる手軽でできるストレッチ、ジャビレッジ、ぜひこちらの方を皆さんと共にやるんでね、はい、見せていただきたいと思います。お願いします。開幕戦勝利の雄たけびポーズ。お、皆さん、開幕戦の勝利の雄たけびポーズです。これがストレッチになるということなので、それではジャビット君お願いします。BGM 変わったよ。勝利の雄たけび、いいよ、右で、次は左、おいいね、次は右で、左、今度皆さん行きましょうか、一緒に。ジャビット君とのストレッチ、始まりました、ジャビレッジです、いいですね。さあ、これは勝利の雄たけびということで、ジャビレッジしていただきました、ありがとうございます。最高で、最後、おーと言ってほしいということなので、ありがとうございます。ジャビット君、これ、ジャビレッジ、毎回やってくれるということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん期待していただきたいと思います。ジャビット君に大きな拍手を。